ハサンド・オハーニーは、イランのシーア派、ウラマー、政治家、イラン大統領、公益判別会議戦略研究センター長、公益判別会議議員、専門家会議議員、元国会副議長、元国家安全保障最高評議会書記、元核問題交渉責任者、イラン政界にあって恩恵派とされる、ハーシェミー・ラフサンジャーニーの側近として知られる。 日本語では、ローハーニー、ルーハーニー、ロ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 ーハニー、ニーとも表記される。少年時代、セムナンシューソルエ出身。テヘラン大学を卒業、英国のグラスゴーカレドニアン大学に留学し、博士号を取得した。イランイスラム革命前は、反射運動に参加し、モハンマドレザ・パフラビーの国家運営に反発した。イランイラク戦争時は、 高等国防委員会委員、イラン空軍司令官、イラン国軍副司令官を務めた。1999年10月及び2004年3月に訪日している。2013年6月のイラン大統領選挙に立候補。同年6月14日に行われた投票で1861万3329票を獲得し、当選に必要な50%を上回る。 得票率で有力候補と目された保守派のモハンマド・バーゲルがアリー・バーフ・テヘラン市長や保守強硬派のサイード・ジャリーリー国家安全保障最高評議会初期などを破り当選した2013年8月3日第7代イラン大統領に就任した第1副大統領には改革派のエスハーグ・ジャハーン・ギーリーを任命したイラン国会でローハーニーが提出した 閣僚を名簿の信任投票が8月15日に行われ、18人のうち外務大臣や石油大臣など主要閣僚を含む15人が信任された。10月26日、依頼国会で残る3つの閣僚候補に対する信任投票が行われ、科学技術と教育の2人は信任を得たが、残り1人は不信任となった。11月17日、 国会における信任投票で、スポーツ、青年大臣に指名されたマフムード・グダルズイが、信任され、これにより、全閣僚が決定した。2016年2月に行われた第5期、専門家会議選挙では、テヘラン選挙区で立候補し、3位で当選を果たした。また、同じ日に行われた第10期国会議員選挙では、ローハーニーよりの改革派、恩憲派が躍進した。 2017年の大統領選挙に再選を目指して、立候補し、4月20日、ローハーニーと保守強硬派の対抗候補、エブラーヒーム・ライイースイーを含む6人の候補者が、正式に選挙参加資格を認められた。2017年5月19日に、大統領選が行われ、翌20日に、アブドレザー・ラフマーニー・ファズリー内務大臣より、開票結果が発表。 開票された4122万131票の有効票のうち現職のロー・ハーニーが有効投票の過半数となる2354万9616票を獲得して決戦投票。2013年9月5日、6カ国との各協議の担当を国家安全保障最高評議会から外務省へ移した。2013年9月27日、 アメリカのバラク・オバマ大統領と電話で会談したイラン・イスラーム革命の後、米国首脳と初めて直接接触。大統領就任後、アラブ諸国のうち最初に訪問した国はオマーンであった。2014年9月24日、英国のキャメロン首相と会談した。両国首脳の会談はイスラーム革命後では初のこと。2016年に革命防衛隊が イスラエルは抹消されなければならないと書き込まれた弾道ミサイルの発射実験が実施したことについては2017年5月6日、2015年に欧米と結んだ核開発に関する合意を妨げるものであったとして革命防衛隊を批判した。2019年12月、来日。母語であるペルシア語のほか、アラビア語、英語を流暢に話す。厳格で公平な性格である。 保守恩憲派であり、従来の強行路線とは一線を画している。ありがとうございます。